あ、飲食はどんな思いなんですか、やることに関して。飲食もコロナ禍でそれこそ関西を盛り上げたい、飲食店盛り上げたいっていうのと、あとは美容と飲食ってセットだと思ってて、うんうん、やっぱり体内からっていう、内面からっていうのを意識しておりまして。あ、じゃあ健康にいい食材を使うとか、そういうのがコンセプトなんですか。3回目、焼き鳥屋さんは24店舗大阪にある鳥団というところなんですけど、うん、まあ、安くてうまいんですよ、うんうん、で、まあ、溝野がもうそれこそダイエットずっと常にしなきゃいけないので、結構その時に鳥を食べてたっていうのもあって、まあ、焼き鳥大好きっていうのもありますし、うんうん、でラーメンはラーメン大会の味噌部門でグランプリを取られた方と、人類みな麺類っていう毎日行列ができてるラーメン屋さんとのタッグなんで、うんうん、まあ、とにかく味に自信があるっていうのと、あとは売り上げの一部を、まあ、寄付させていただこうと思って、うんうん、飲食店にだから皆さんが食べに来てくださって、れば、うんうん、まあ、もちろんそこでチャリティーグッズを、例えばじゃあシャンパンも売り上げの一部寄付するし、チャリティーグッズのお茶とかコーヒーも寄付するの でさらにお会計をしてくださることによって、その、まあ、いつかそれが溝に経営者のに入ってくるじゃないですか、うんうん、それを寄付したりもするんで。なるほどね。なんか芸能だとやっぱり今月じゃあ月1で仕事しました、でも来月はあるかわからない、うんうん、でやっぱ継続しなきゃいけないし、うんうん、より一層支援する先と寄付する金額を増やしたいって思いがあって、はい、だから別にお金持ちになりたいとか金儲けしたいとか稼ぎたいじゃなくて、そのエステと飲食店はより一層みそのが一人でも多く救えるようになりたい、うんうん、というか、もちろん身内もそうですよ、周りの人も、うんうん、今まで散々お世話になった人たちにご馳走したりとか、うんうん、エステサロンで癒されてねってできたりとかするのもそうですけど、関西に来た時くらいはうちがおもてなししたいっていう思いがあって、はあ、なるほどね、はい、じゃあそれ早速というか、それ最後食わせてもらってもいいですか。最後というか、もうこれもうこの手前ぐらいからもうみさのさんのチャンネルの気分で撮ってたんですけど。あ、本当ですか。ありがとうございます。いいですか。撮影このしてる日はプレーオープンの日じゃないですか、はい、どれが食べれるんですか。今言ったら全部食べる。あ、全部食べますか。じゃあ肉もラーメンも食わせてもらえるんですか。はい。あ、じゃあいいですか、もうそのまま向かってもいいですか。いいですか。やったじゃあ、ね、取れ高ありますか。なんかめちゃめちゃ面白いですよ、普通に。もっとなんか過激なエピソードとかうち全然なくて。いやいや、大丈夫、気にしないけど、面白いですよ、面白いですよ、普通に。本当ですか。うちだけ多分再生回数いかないですよ。いやいや、ね、じわじわ伸びると思いますよ、内容が面白いから。普通にそんなに気にしないでください。めっちゃ面白いから大丈夫です。本当ですか、はい、よかったです。そう、ごめんなさい、雨村とかはなんか思い出あるんですか。これ雨村に三角公園とか雨村って若者の街ですよね、大阪で言ったら。うん、だから大阪といえばの場所。はい。でも美園さんって京都です。京都ですよね。大阪ってだって青春時代、これ中高生が来る場所ですよね。あ、だからその沖縄タウンスクール時代はね、特待生として大阪でレッスンしてた時期があるんで大阪に通ってましたけど、確かにそういった意味では京都出身のくせに。アメ村とか三角公園とかただただ有名で人気スポットなだけで、別にみそのがじゃあゆかりあるとかではないんですけど、でもやっぱり人類みな麺類さん、野田麺さんと鳥団さんがまあみそのに恥をかかせたくないっていう熱い思いがあったりとか、まあうちはプライドとか過去の栄光どうでもいいですけど、こんだけの最強メンバーが、まあ、豪華メンバーが集結してるのに、ほうほう、場所がここみたいなところとか、ちっさとかってなるといけないって思っ勝手に思ってくださってで、まあ結果ビル3階建ての、まあ、ビッグステップっていう、まあ言ったら東京だと109とかラフォーレの前でやってるようなもんなんで。はあ、はあ、そうですね。はい、そのさっきちょっと取材前に見せてもらいましたけど、花の量すごすぎませんこれでももう置ききれないって言って飾れない。これだって、はい、これ中にもありましたもんね。これさっきちょっと見せてましたけど、
すごいですね。あ、てか松浦さんとかそう辞めたけどくれるんですよ、ね、普通にすごいですよね。めちゃくちゃ仲いいですね、はい、あとだってあのお姉さんの鼻見えないでにいや実はお姉ちゃんのお鼻もらってないんですよ、はい、え、そうなんですか。高田君って感じ。高田ミクなんですよ。高田ミク、あ、モノマネさんそういうこと。はい、そうですね。ここももうちょっと数えたらキリがないぐらいすごい人いっぱい、はい、中山秀さんとか、はい、もう大好きです。ぜお兄ちゃんサムラさん、はい、トリプルタムラ、ガクトさんとか、はい、杉本さんとか、さっきに渡ってますね。はい、いろんなジャンルの方から長門大吾さんとか、はい、へえ、すごい。でさらに大ききれない中にももうずらっと、すごいですね、はあ、い、そう考えると愛されてますね、こんないっぱい皆さんお花くださって。いやもうみんながいい人なんす。めちゃくちゃ寛大なんすよ、みんなが。ね、ありがたいですよ、こんなにたくさん花。はい、だからみんな逆に花だけで立ち止まりますね。あー、確かに。なんだ、何事かってなるんですよね。はい、中にももうずっと1階から2階と2階から3階も続いてるんで。はー、すげえ。お邪魔します。はい。お、すごい。スペシャルです。これスペシャルですね。うわ、すげえ。これはちょっとうまそうっすね。味噌の味噌ラーメンスペシャルです。あ、これ味噌ラーメン、これチャーシューすごいことあったんですね。いかにさん、この割り箸取ってほしいです。かわいい。あ、割り箸かわいいっすね。いやいや、めっちゃマネージャー用のすごい久しぶりだよ。もうこれ取っていいですね。うちの焼き鳥かわいい。かわいいですよね。かわいい、はい、そして焼き鳥も、はい、てか、だからこれこのお店、焼き鳥屋の下にラーメン屋があって、はい、焼き鳥食べながらラーメンも食えるんですか。もちろん1階のラーメン屋さんでは焼き鳥は食べれないですよ。はいはい、はい、でも2階のビップルームは特別に。あ、そうなの。来ました。どうぞ。来ました。うまそう。あ、大丈夫です。頼んでます。はい、ありがとうございます。わ、これもうまそうですね。ねえ、これは絶対美味しい。イエーイ、はい、じゃあできました。お疲れ様でした。もう本当に申し訳ないです。いや、全然むしろ腹減らしてくれた方が美味しく、より美味しく、まあ、もともと美味しいんでしょうけど、いただけるじゃないですか。ありがとうございます。としても、はい、もう1時間待たせるという。あ、いやいや、で、さ、1時間待たせて、じゃあ、はい、街録チャンネルロケしました。そっからまた1時間待たして、みぞおチャンネルですから、もう2時間も待たしてるという。いや、でもこれだったらご馳走していただけるんですもんね。いや、ご馳走するけど、もう激安なんだよ。いや、絶対。じゃあ、まずラーメンから食っていいですか。はい、味噌ラーメンですよね。味噌の味噌ラーメン。え、あ、このままあ、行ってください、行ってください。いいですか。え、てか僕味噌ラーメン好きなんですよ。いつも食べて、あ、え、なんか味噌ラーメンを食べる習慣がなくて。美味しい。え、嬉しい。その味噌ラーメン好きな方に感想を。いや、普通に美味しい。忖度なしでお願いします。嘘嫌いなんで。いや、忖度なしは普通に美味しいですね。あ、しかも飲み屋に出てくるのいいですね。締めに。そう、締めに。まあ、死ぬほど太るでしょうけど、でも確かに。うん、おいしい。麺めっちゃうまいっすね。ラーメン大会、はい、味噌部門グランプリの野田麺がプロデュースの味噌の味噌ラーメン。いや、これやっぱグランプリだけありますね。めちゃめちゃうまいっすね。そして人類みな麺類とのコラボなんでね、はい、最強タッグ。そうか、だからそうですよね。だってそれを味噌のさんとタッグ組んで、その味をお届けしてるってことですよね。はい、うまー。これこのラーメンは普通に別に昼間もやってるってことですか。1階のラーメン屋さんが1週間後にオープンなんで、うんうん、オープンしてからはラーメン屋さんはもちろんもう昼間から食べる。はい、あ、でも焼き鳥屋さんは今のところ夜。あ、そうだ、居酒屋形式ですね。うまっ。とはいえ、なんかネット販売とか持ち帰りができたりとかウーバーできたりはしたいですけどね。うまっ。え、これちょっとチャーシューもらっていいですか。これ絶対美味しいっすよね。これチャーシューとこのあれですかね、この麺で食った方がうまいですかね。どうなんだ、チャーシューが出るっていうのか。いや、どっちでもうまいです、どちらですよ。はい、あ、チャーシューうまいっす。ちょっとでも辛いでしょ。
辛さって大丈夫ですか？あ、僕ね、辛いのが好きなんですよ。あ、じゃあこれを辛いと感じないんだ。あ、全く。ちょうどいいです。ちょっと、まあ、もちろんピリッとしてますけど、はい、ちょうどいいです、本当に。なんか辛いの苦手な人はちょっと辛いと思うんです。これだからうちは結構、あ、結構辛くいってるんだねっていう感じ。あ、でこのトロトロのチャーシュー、チャーシューなんですか、角煮？これもめちゃめちゃ美味しそうですね。社食レポしてくれるじゃない。いやいや、でも美味しいよ。美味しいから。普通に。もうほんまに食べてください、普通に。あ、美味しい。ありがたい、これ、ね。しかも最近寒くなってきましたしね。いや、でも冬特にいいかもしれないですね。ね。え、このアメムラ自体はどこか飲み屋街なんですか？飲んだ後来るって感じでもないですけど。でもやっぱりそのみそのプロデュースのエステサロンがあるところが北新地って言って、東京だと銀座、うん、でこの辺りは東京だと渋谷原宿あたりになる。そっか、だから原宿ってノリだとちょっと夜の店、若者の街です。だから、うん、でそっか、うん、しかも外国人の人も多いんじゃないですか。なので1階はちょっと海外向けに、うんうん、はい、仕上がってます。うん、うん、はい。なのでああいうデザイン、まあこういう、こういう、あ、僕バーなんで、おいしい。うちのおとんとのすけも毎週ラーメン日曜日に食べに行かはるんで、2人で。あ、そう、旦那、あ、そんな仲いいですか、お父さんと旦那さん。だって婿養子に入ったんですもん。あ、そうなんか、こうだけなんで。なのでもううちがいなくても2人でなんかそれでもいいじゃないですか、そんな。いや、だからもうめちゃくちゃで、うちとのすけが喧嘩し始めたらおとんはのすけの味方するって。あ、そうなんですね。それくらいの、ラーメン友達になったんですね、お父さんと。はい、で、どこのおすすめはどこやとか言い合ったりとか、おとんのおすすめ食べに行ったりとか、一人やった時は。え、二人食べてくれたんですか、これ、まだ。おとんは昨日、へぇ、おかんとおとんと食べに来てくれました。どうですか、だってお父さんこそそれラーメン通なんじゃないですか、結構。お父さんでも味噌ラーメンの習慣なくて。あ、だから別の味食べてました。そう、なるほど。なんかカツオとかもあるもんね。ありがとうございます。はい、うん、味噌の味噌ラーメンじゃない人類みな麺類さんプロデュースの、はい、なるほど、ラーメンの味を食べていらっしゃる。急に。でも一番推したいのは味噌なんですよね、一応味噌のだし。やっぱ味噌の味噌ラーメン。まさか、だから味噌の味噌ラーメンの前に、はい、あのヒカキンさんが味噌キン出すとは思ってなかったし、そっからのヒカルさんの味噌ルがあって、ヘズマさんの味噌マがあるとは思ってなかったですよ。なんやったらそれで話題になりすぎて、え、味噌のラーメンはやればいいじゃんみたいなつぶやきとかもあって、いやいや、あー、あ、やるのにみたいな。あ、先にね。はい。でも情報解禁まだからなみたいな。なるほど。はい、かスピード勝負ですからね。はい。うん。とほぼほぼもう全部、あの、このチャーシュー食べればもう完食です。うん。すごい嬉しい。ありがとうございます。でも本当に美味しい。うん。でも、メソノさんはちなみに、どの味が一番好きなんですか？でも、確かに自分も、こんだけ味噌のっていう名前がついてる割に、味噌ラーメンっていう味噌ラーメンを食べようっていうのはあんまりないですね。そっちよりやっぱ豚骨とか白湯とか塩ラーメンとか行ってしまいます。なんだったら担々麺が一番好きです、自分は。あ、うん、あ、でも辛いのじゃ好きなんですか。まあ大好きってわけじゃないけど。え、でもこれ担々麺にもなんかちょっと トッピングすれば できそうじゃないですか。あ、ちょっとそれでもそうか、こだわりが違うから、ちょっと違うか、それ担々麺です。めちゃくちゃ言ったんですけどね、担々麺大好きだよって。なるほど。ちょっとうちの特技じゃないぞってことだよ。うん、おいしい。やった。え、この鶏いいですか？好き嫌いないですか？ないですね。え、じゃあもう味噌の一番のおすすめの肝レア言ってください。あ、これ肝のレア？はい、よく肝あるんですけど、レアの方がおすすめです。で、安いお店だとパサパサだったりとか硬かったりするじゃないですか。めっちゃ美味しいです、今年。言わされてるみたいな。そう言うしかないみたいな。でも柔らかいです、本当に美味しい。普通に食べやすいですね。なんか要はレバーってことですね、これ。はい、いいですね、これ。これ、レバーの嫌いな人も食べれるタイプのやつですね。よっしゃ。
あの柔らかくてマジで。すごい。美味しいね。美味しいお店をあれしてるわけですもんね。あのとタッグを組んでるからそれは美味しいっすよ。そうなんですよ。高口さんに人気有名店とのコラボなんで。うん。あ、はい、味も。ももうま。あ、これ50円。これ50円。これ50円でマジで。まさか別にこのももでは別に儲けを取ると思ってないですもんね。これだけで考えたらちょっと赤ですもんね。絶対にこれ50円ってちょっとバカみたいな金額ですもんね。じゃこれ100本食べられたらもうすごい。これ100いかれたら。100いかれたら。これ普通論じゃねえな。お酒も飲まずね。お酒も飲まずね。これで腹満たされたらちょっとでも美味しい。嬉しい。やっとね、美味しい店なんですね。そのトリダンさんでしたっけ。はい、24店舗あります。トリダン、なんか有名店なんですね。はい、大阪で。で、しかもそれをね、うん、フランチャイズとかその全国店舗がしないのは、うん、自分が絶対何かあった時に30分以内で行ける距離にしかもう作らないって決めてあるんですよ。あ、その店長っていうかそのオーナーっていうか、はい、トップのトリダンのトップが、へえ。いうのと、あとは家庭と仕事を両立できない人は仕事できないって思ってるんで、もう店長クラスはみんな離婚してないです。へえ。そういうのもなんかすごくいい会社ですね。はい、大切な人を大事にするっていう。うん。この動画が出るくらいもうオープンしてるってことですもんね。どっちも多分おそらく。はい。美味しい。あ、これも美味しいですよ。これってどこの名物なんですか。さつまいも、鹿児島か。え、でもそうだ。プロデュースだから別に。プレゼンツです。プレゼンツ。プロデュースってめちゃくちゃ違う。違う。めちゃくちゃ違う。だからそのミス、実業家としてミスのプロデュースないセサもね、はい。でもこっちはもう経営者なんで。実業家と経営者って何が違うんですか。めっちゃ違うのは、例えばこっちのじゃあプロデュースしてる人って言ったら人類ミナメン類と野田メンと鳥団なんですよ。ああ、そういうことか。エッセサロンはミソのプロデューサー、エッセサロン。でも、こっちのプロデューサー的存在は、この3組なんで。そっか、だからその、味とかに関してミソノさんが、まあ、どうこう言うこともないし。うん、だって、オーナーなんで。そっか、プロじゃ、そっか。はい、じゃプレゼンツってのは、ミソノさんが、プレゼンツするよってことか。違う違う。なんか違う。全然違う気がする。うん、プレゼンツなんですね、とりあえず。はい。で、うちのシリーズをどん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 展開していく。なるほど。プレゼンツなんですね。はい。うまっ。これ皮です。あ、これ皮ですか。あ、これいただきます。くっ。あ、くっ。あ、くっ。あ、くっ。くっ。あ、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 僕じゃこれうちのシーズンいっぱいできるってことですか。はい、今後も。はい、へえ。もう次のコラボも決まってます。あ、そうなんだ。はい、だからゆくゆくはそのフードコートみたいな、そのここに行けば全部が味噌のお店で全部有名人気店とのコラボ、もう何食べても美味しくて安いっていう一箇所を作るっていう。へえ。イオンとかに見たら分かんないけど。どうね。大規模すぎるけど、まあ例えばここは3階建てやけど、まあ言ったらもっとビル、うん、とか。そうか、そのフードビルみたいな、その階によって。はい。確かにモンテローザビルとかって言って、その石垣屋系列で全部埋まってますみたいなビルありますもんね。うんうんうん。でここの一室でそれこそ保護犬猫カフェとか。はあはあはあ。そこで子供食堂をやるとか。味噌のプレゼンツだらけの店ができるわけですね。はい。すごいな。味のプロに全部任せてるから。そうなんす。ちゃんと美味しいってことだもんね。あと経営者のプロがいるから。もちろんない。うんうん。そうだ、水田さんは宣伝マンみたいな感じですか。なんかそういうこと。なんか宣伝マン、まあでも大事よな、営業マン。いや、一番大事じゃないですか。あ、だって宣伝が一番大事じゃないですか。うんうんうん。だって言ったら映画とかって1億かかっても5000万ぐらい宣伝って言いますからね。あ、そっか。そうそう、そう、制作費1億とかって言って、あれ制作費じゃなくてそれ、半分宣伝ですからね。うん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 。ってくらい金かからないと別に見てくれないっていう。確かに。だから、別に。そっか、重要か。そう、むしろ一番重要じゃないですか、だって。
うん、でもそういった意味ではなんかすごいみんなびっくりしてくださってます。その花の数やったりこうやってやっぱりすごい人たちが東京からわざわざこのためだけにやっぱ足を運んでくださる人がめちゃくちゃこのオープン前からいるんで、いやてか花の豪華さやばくないですか。なんかまあお聞き入れないんでしょうけど、この人の名前の花地べたに置いちゃっていいのかみたいな。中村秀ちゃんとガクトさん置かれてるんだけど大丈夫かみたいな。いやいや、もちろん確かに確かに、いや今そういう多すぎるってね、うん、事情があるから大丈夫ですよ、うん、確かに。でももう置ききれない、すごいっすわ。だって本当に、うん、平成のバラエティー見てるみたいな。当時のね、手島優さんとかいるし、やべちゃんがね、矢口さんとか、うん、ね、すごいじゃないですか。確かにすごい数でしたね。本当にだから中山秀さんはそれこそ志村けんさんの誕生日会参加できたのはまず秀さんとロケしてて、で秀さんとめっちゃ意気投合して、え、みそこの後何やってんのみたいな、もう東京戻るだけですよ一緒にって言ったら、志村けんさんの誕生日会あるけど来るって言ってくれて、初めて志村けんさんの誕生日会で、そっから毎年ヒデさんと参加するっていう、すごっ。別に志村けんファミリーじゃないんですよ、ああいうのに出てたわけじゃないんで、うんうんうん、プライベートで志村けんさんとよくしてもらえるっていう。大御所から愛されてきたんですね、いっぱい。そんな変な意味じゃなくて、ノーマクラ営業でな。そうそう、もちろんノーマクラだと思うんですよ、本当に、うん、ね。それこそ坂上忍さんだって、うんうん、今となってはそういう保護犬猫つながりになりますけど、でも当時やっぱロンドンハーツの格付けで1位つけてくださったんですよ。へえ、いつもみそのって10位だったんですね、うんうん、なんかこういう格付けランキングみたいな、なんか付き合いたくないとか、そう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 、でも坂上忍さんがその付き合いたいランキングから彼女にしたランキングでいい女だって1位言ってくれて、もうこの1位取れたらもう他いらんくないないっすか。だって設計さしたんですよ、しかも坂上さんってもう、まあ、今はねもうちょっと休憩というか、はいそのはい、もう違うステージに行かれて今動物の方がメインってなってるからですけど、言ったらもうバラエティーキングでしょ、ある意味その MC って、はい、帯やって冠と持ってってことすごいじゃないですか。しかも杉本彩さんも今度やりません。あ、そうそう、だから杉本彩さんもうちそのバラエティーでお世話になってて、さらに今は保護犬猫つながりで、で、連絡したら、あ、ガイロクチャンネル、私も、って。あ、そうそう、この前取材しました、そうそうそう。そうそう、杉本彩さんも並んでましたよ、中山秀さんの隣ぐらいで。だから、てか、すごいんすよね、みたいな。いやいや、そう、まあ、出てくれてる人、まあ、おかげですよね、皆さんはね。いやいやいや、でもそれに、まず、出ようって思わせる、あ、まあ、やっぱり、まあ、地道な地道じゃない、最初からすごい人たち出てた。いや、最初からってことないですけどね、最初からってことないですけど、まあ、半年間ぐらい、ま、毎日投稿してたから。あ、やっぱ毎日投稿、やっぱり、はい、やっぱりなんだかんだ、まあ、なんか特にどこの誰も知らないような人間が立ち上げたチャンネルだったら、うん、なおさらっすよね、うん。だからまあ芸能人の人でも毎日投稿しなくてもいいかもしれないですけど、まあ更新頻度ってのは大事かもしれないですね。だから今って100万人ぐらいってチャンネルでピボットっていうその経済系のチャンネルなんですけど、それって別に100万登録いるんだけど、平均再生回数多分で 4,5 万ぐらいだと思うんですよ。でもその代わり毎日朝と夕方1日2本なんですよ。毎週14本の動画が流れるんですよ。そんなに多く見られるわけじゃないけど、刺さる人には刺さるっていうようなものが毎日2本提供されてるんで、ものすごいスピードで伸びてて、今110万人がいると思うんですけど、だから結構物量とかっていうのは大事なんですよね。だから今なんかそのグラビアアイドルの人とかも2010年代後半ぐらいから売れた人って結構 SNS でなんか自分なりのなんかバズるやつ見つけて、エロすぎないで逆にあえて服着てちょっと見せますみたいなのをに名前つけてやるとか。誰のお話をしてる。最近取材した人がいるんですよ。だからジラリズムみたいなことを自分でハッシュタグ作ってやって、そのもう SNS 発信で売れた人とか、うーん、いて、そういう人も多分ほぼ毎日のように多分写真何かしら上げてたと思うんですね。だからそれが無理なんですよね。なんか毎日続けてなんかやるが無理なんですよ。あ、そうだから結構、うん、そのテレビ系のタレントさんとのその
ブレイクの仕方全然違うから、言ったら、テレビバラエティの人たちの場合は、どこか一個でチャンスつかむわけじゃないですか。でそれは多分きっとその、MC の人とこういう絡みが跳ねて、あ、こういう役割ができるんだみたいな、っていうのを他の人が分かって、それを求めてくるんじゃないですか、バーって。だから、まあ、ある意味そのバラエティ的な役割が必要とされて売れてるわけじゃないですか、まあ、僕の場合はどっちかというと、まあ、こういうチャンネルなんで面白いなっていうか、ね、その番組ごとが好かれてる、好きになってもらえてるって多分感じると思うんですよ、おそらく。番組が大好き、うちも。そう。こんだけ話を使ってくれるところあるんだとか、こんだけ掘り下げてもらえるんだとか、まあ、普段だったらそれこそカットされるようなとこもね、あ、そう、それが多分芸能人の人が出るメリットだと思うんですよね。で、あの、例えば個人で一人で出てますみたいな人で言うと、多分あの人たちが自分のフィールドで、自分が見せたいものをお届けしてるんで、自分が見せたものを好きになってもらってるって感じで、だからファンを獲得してるんですよ、おそらく。コアなファンもいれば、うっすらファンもいるみたいな感じっていう人たちなんですよ。だから逆に言うと、多分この人たちがいきなりバンってバラエティーってもその MC とうまく絡む能力はないから、あんま活躍できないですよ。だからまあ人気あるないとかっていうか、まあだから脅威が違いすぎるっていう感じですかね。え、じゃあ例えばうちはもう自分に関する物事で見せたい物事がないんだけど、どうしたらいいですか。例えば、こういう料理とか、これ買いましたとか、やっぱそういう芸能人の方ってインスタやってブログもそうですよ。なんかそういうのがないんですよね。その個人として売れたいはまだあるんですか、そのネット上で。ないですよ、バズりたいとかもないです。でもなんかそのバズった方がより動物たち、子供たち、障害のある方、おじいちゃんおばあちゃん救えるなって思うから、あ、なんとか SNS も YouTube もメディア露出もなんか続けなきゃいけないけどっていう。あ、だからでも本当に全部やめたい。あ、そうですね。だからそのメディア露出に関してはそうです、こういうなんかその外の人の取材みたいなのを積極的に取りに行って、で、なんかもう取りに行く作業もないです。もう来たらやります。需要あるなら。でもそれでいいんじゃないですか。で、SNS の方はだからじゃあ、動物だけにやるとか、自分で続けられるものじゃないときついと思うんですよ。だから続かないですよ、全部。なんか結構きついですよ。きつい。好きじゃないことを週4、週5とかで、そうだからもう SNS も YouTube もうちも今何もやってないです。うん、いや、そんなのそれでいいような気もしますけどね。いい？もういい？え、どう？いや、やっぱりこの SNS 時代、そのまあ TikTok もやらない、YouTube もやらない、SNS もやらないはちょっとさすがにって言われるんですよ。だからそれをどうなりたいかじゃないですかね。どうなりたいかって感じですか。もうなんか一人でも多く助けられたらいい、助けられるようなだから存在になれたらいい。まあでもそれだとめちゃめちゃ稼ぐってことですよね、言ったら。稼ぐってことですよね。ってなると別に意外と出役って所詮出役だから、まあ、稼ぐっていうことで言うともうちょっと他のことも稼げるじゃないですか、おそらく。どう頑張ったって所詮 YouTuber はそのゴリゴリに、あの、何ですか、企業とかで成功した人よりお金持てないですか。このスクールで言ったらそれで稼ぎまくって、それの余剰資金をそのなんかそういうものに寄付するとかってことですよね。だから別に出役で頑張らなくても別にまあいいような気もするんですけど、っていうのはあるかもしれないですけどね。それが目的だったら、じゃあもう出なくていいですね。で、そうですね、オファーが来たらやればいいと思いますし、あとは、要はこういううちのみたいなことを大きくしてて、でそれでそこで寄付するためのグッズとかいっぱい売れて、それで寄付いっぱいできたらなとか、そんなことですね。はい。でしかもなんか、クラウドファンディングとかこう寄付を募るっていうのはあまりしたくないんですよ。あ、そうだ。だからクラウドファンディングとか一回もしたことないです。だからそれこそオンラインサロンやった方がいいんじゃないかとかもあるけど、なんかそうお金もらってそれをとかじゃなくて、自分の時間と労力
のお金でなんとかしたいっていう。まあね。でもだから動物とかしてたらその動物の保護活動だけ上げてるとかそんなんでもいいかもしれないですけどね。なんかその売れたかったら回す必要あるじゃないですか。でもそうじゃなくてなんかその動物でつながりたいとかだったら、あ、みそのさん動物保護の動画いっぱい上げてんだっていうので、そのそういう人たちがちょっと今度なんかうちで講演してくれませんかとか、そういうのではないそうじゃないですか。え、それで言うとその動物たちも救いたいけど、でも子供たちも救いたいし、障害のある方も救いたいし、おじいちゃんおばあちゃんも救いたいしみたいな感じなんですよ。だから動物たちの日もあれば、子供食堂子供宅食の日もあるし、うんうん、そう保護犬猫カフェができるあれば児童施設の日もあるしっていう、なんかこうやっぱりみそのって何でもいろんなことやりすぎて、まあ、もちろん何がやりたいねんともなるし、どこに向かってんねんともなるし、それがもう SNS も YouTube ももう全部がもうごちゃごちゃみたいな確かにどれか1個に1個できない例えば発信するものを1個にするとか全部発信した。まあでもそうし、まあそれはそれでいいかもしれないですけどね。えっ、ほんまにいい、だって別にバズんなくていい、うん、バズんなくていいです、はい、ってことですよね。でもやっぱ周りはバズってくれると嬉しいですよね。だってバズることによってよりやっぱ注目されるわけじゃないですか。ああ、うん、でも結局、うん、あの毎日投稿するとか、うん、なんか数字がどうかなって気にすることってなんだかんだ自分のためっていう感覚がないと続けられないと思うんですよね。長らく YouTube で生き残ってる人とかって結構強欲だと思うんですよ。いやメンタル強いと思うんですよ。そうそう、だってうちもすぐ辞めたくなる。だってこの地位ずっとそこに居続けるぞっていう強い覚悟があるだけ、ヒカキンさんとかあんな位置にずっといないと思うんですよね、うんうん、普通の人間の感覚だったら多分1年も持たないで壊れてると思うんですよ多分、うん、でこれ大変だと思うんで、だから意外とあれって別に、まあもちろん見てくれてる人のおかげですとかそういうこと言うと思うんですけど、うんうん、詰まるとこう自分のためだけだと思うんですよね、うん、あの人も含めて。でそれが結果、まあ誰かのためだったらよりいいよねとか、うんうんうん、まあこんだけ儲けさせてもらってるからたまには還元しようとかそんなのすると思うんですよ、もちろん、うん、でも多分ね、あれ絶対自分のためだからできてるっていうのはあると思うんで。すみません、ちょっといいですか、そうみたいです。あ、じゃあ、あ、はい。血流良くしてみたことは、そうですね、血流が良くなるの でこのあたりは筋肉が動くことで肩こりケアとかにもつながるようなものになってます。あ、肩こり多分してると思うんですよね。だいぶしてますね。あ、本当ですか、はい、あ、痛い。